争は命。経営理念一つ、知的創造で社会に貢献。一つ、先進技術で時代の選手。一つ、人社一体で目標追求。これよりプロジェクトセガガガを実行に移す。プロジェクトセガガガ。そうだ。これよりセガはゲーム業界を制圧する。ようこそセガへ。諸君を歓迎する。私が社長の人まじり。これまでセガは創業以来ゲーム業界の最大手の一つとして成長を遂げました。しかし最近になってその成長に陰りが見え始めた。やはりかつてのような革新的ゲームソフトが登場しなくなり、全体的な業界の停滞傾向にユーザーがゲーム離れを起こしているというのが最も大きい。しかもそんな状態にあって、未だこの業界では大手各社がそれぞれ互換性のないハードを出し合って互いを圧倒しようとする。いわば群雄割拠の時代が続き、限られたユーザーを奪い合うという悪循環が続いている。このままではいずれ業界全体が混乱の死を迎えるしかない。誰かこの戦乱の世を一つにまとめなければならないのだ。ゲームを愛する世界中の子供たちのためにも、常識的に考えればこれは不可能に近い難事業。我々はその不可能を可能にする方法をセガの誇りである世界最高のスーパー AI コンピューター、プラドライブに。そして
って選び出されたのが君たち二人なんだ。君たち二人は今日から極秘プロジェクトセガガガの最高責任者となり、プロジェクト遂行のためのあらゆる権限を与えられる。これはセガの命運をかけたまさに起死回生の奇策と言っている。どうかこれまでにない斬新な発想でセガを、いや本命のただ中にあるゲーム業界を救ってほしい。あとの詳しいことはこちらのアリサ君が説明してくれる。それでは、これがセガの誇るスーパー AI コンピュータテラドライブ。セガの全てを統括しているまさに心臓部ね。あなたたちを選び出したのもこのスーパーマシンよ。記憶容量は16エクサバイト、メモリは512テラバイト、333ギガヘルツで駆動する512ビット級 CPU を4096個搭載し、しかもスプライトを横方向に1677万個並べることが可能なのよ。ここはハード製造部。ここでは毎日100万台のドリームキャストが生産され、世界中に出荷されていくの。あまりの大人気で工場をフル回転させてもなかなか生産が追いつかないわ。こっちはソフト製造部。セガのゲームソフトは熟練した職人の手で一枚一枚丁寧に焼き上げられ、有害な添加物などは一切使用していないわ。ここがセガの最新部、開発室。セガにはゲームを作るために A、B、C の全部で3つ。ここでゲーム、ゲーム、凶暴だ。ここ20年、あなたと、あなた、開発、ほとんど、そし、これは、なお、それ、最、これは、また、わかった、それ、クリック、わた、それ、プロ。Thank you.